トロッコ、芥川龍之介。小田原熱海間に、京弁鉄道布設の工事が始まったのは、両平の八つの年だった。両平は毎日村外れその工事を見物に行った。工事を、と言ったところが、ただトロッコで土を運搬する。 それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が二人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから人手を借りずに走ってくる。煽るように車台が動いたり、土工の反転の裾がひらついたり、細い線路がしなったり。両平はそんな景色を眺めながら、 土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、 元来た山の方へ登り始める。両平はその時、乗れないまでも、押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは二月の初旬だった。両平は二つ下の弟や、弟と同じ年の隣の子供と、トロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは、泥だらけになったまま、 薄明るい中に並んでいる。が、その他はどこを見ても、こ工たちの姿は見えなかった。三人の子供は、恐る恐る、一番端にあるトロッコを押した。トロッコは、三人の力が揃うと、突然ごろりと車輪を回した。両平は、この音にひやりとした。しかし、 二度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ゴロリ、ゴロリ。トロッコはそういう音とともに三人の手に押されながらそろそろ線路を登っていった。そのうちにかれこれ十軒ほど来ると線路の勾配が急になり出した。トロッコも三人の力ではいくら押しても動かなくなった。 どうかすれば、車と一緒に押し戻されそうにもなることがある。両平は、もう良いと思ったから、年下の二人に合図をした。さあ、乗ろう彼らは一度に手を離すと、トロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろに、それからみるみる勢いよく、一息に線路を下り出した。 その途端に突き当たりの風景は、たちまち両側へ分かれるように、ずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風、足の下に踊るトロッコの動揺。両平はほとんど宇宙天になった。しかしトロッコは二三分の後、もう元の終点に止まっていた。さあ、もう一度押すじゃ。 両平は年下の二人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかった。が、まだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出した。のみならずそれは聞こえ出したと思うと急にこういう怒鳴り声に変わった。この野郎、誰に断ってトロに触ったそこには古い印番点に 季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入った時、両平は年下の二人と一緒にもう五六軒逃げ出していた。それぎり両平は使いの帰りに人気のない工事場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはない。ただ、その時の土工の姿は今でも両平の頭のどこかに はっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わら棒。しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしい。その後10日余り経ってから、両平はまたたった一人昼過ぎの麹場に佇みながらトロッコの来るのを眺めていた。すると土を積んだトロッコの他に、 枕木を積んだトロッコが一両。これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは二人とも若い男だった。両平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。 おじさん、押してやろうか。その中の一人、島のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコを押したまま、思った通り心よい返事をした。おお、押してくよ。両平は二人の間に入ると、力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、 耳に巻きタバコを挟んだ男も、こう両平を褒めてくれた。そのうちに、線路の勾配は、だんだん楽になり始めた。もう押さなくともよい。両平は、今にも言われるかと、内心、気がかりでならなかった。が、若い二人の怒号は、前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。 両平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていいいいとも。二人は同時に返事をした。両平は優しい人たちだと思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには両側のみかん畑に、 黄色い実がいくつも火を受けている。上り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。両平はそんなことを考えながら全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を登り詰めると急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は両平に、やい、乗れと言った。 両平はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時に、みかん畑の匂いをあおりながら、ひたすべりに線路を走り出した。押すよりも乗る方がずっといい。両平は羽織に風をはらませながら、当たり前のことを考えた。行きに押すところが多ければ、帰りにまた乗るところが多い。 そうもまた考えたりした。竹藪のあるところへ来るとトロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹藪はいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには赤錆ビの線路も見えないほど落ち葉の溜まっている場所もあった。 その道をやっと登りきったら、今度は高い崖の向こうに、広々と薄ら寒い海が開けた。と同時に、両兵の頭には、あまり遠く来すぎたことが、急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら、雑木の枝の下を走っていった。しかし、 両平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった。もう帰ってくれればいい。彼はそうも念じてみた。が、行くところまで行き着かなければトロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にもわかりきっていた。その次に車の止まったのは切り崩した山を背負っているわら屋根の茶店の前だった。 二人の土工はその店へ入ると、血飲みごをおぶったカさんを相手に、悠ゆ々うゆうと茶などを飲み始めた。両平は一人、イライラしながら、トロッコの周りを回ってみた。トロッコには、頑丈な車台の板に、跳ね返った泥が乾いていた。しばらくの後、茶店を出てきしなに、巻きタバコを耳に挟んだ男は、 その時はもう挟んでいなかったが、トロッコのそばにいる両平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。両平は冷淡に、ありがとう、と言った。が、すぐに、冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼はその冷淡さを取り繕うように、包み菓子の一つを口へ入れた。菓子には新聞紙にあったらしい、 石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコを押しながら、緩い傾斜を登っていった。両平は車に手をかけていても、心は他のことを考えていた。その坂を向こうへ降り切ると、また同じような茶店があった。土工たちがその中へ入った後、両平はトロッコに腰をかけながら、 帰ることばかり気にしていた。茶店の前には花の咲いた梅に西日の光が消えかかっている。もう日が暮れる。彼はそう考えるとぼんやり腰掛けてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながらうんうんそれを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らせていた。 ところが、土工たちは出てくると、車の上の枕木に手をかけながら、無造作に彼にこう言った。我はもう帰んな。俺たちは今日は向こう止まりだから。あんまり帰りが遅くなると、我のうちでも心配するずら。両平は一瞬間、あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること。去年の暮れ。 母と岩村まで来たが、今日の道はその三、四倍あること。それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと。そういうことが一時に分かったのである。両平はほとんど泣きそうになった。が、泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。 彼は若い二人の土工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路図いに走り出した。両平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の貸し包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ掘り出すついでに、板通りもそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると、薄い旅の裏へ、 じかに小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら、急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると、自然に顔が歪んでくる。それは無理に我慢しても、鼻だけは絶えず空空鳴った。竹藪のそばを駆け抜けると、 夕焼けのした日金山の空ももうほてりが消えかかっていた。両平はいよいよ気が気でなかった。雪と帰りと変わるせいか、景色の違うのも不安だった。すると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死にかけ続けたなり、羽織を道端へ脱いで捨てた。 みかん畑へ来る頃には、あたりは暗くなる一方だった。命さえ助かれば。良平はそう思いながら、滑ってもつまずいても走っていった。やっと遠い夕闇の中に、村ずれの工場が見えたとき、両平は人思いに泣きたくなった。しかし、そのときもべそは書いたが、 とうとう泣かずに駆け続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には伝統の光が差し合っていた。両平はその伝統の光に頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった。井戸端に水を汲んでいる女衆や畑から帰ってくる男衆は、両平があえぎあえぎ走るのを見ては、 おい、どうしたねなどと声をかけた。が、彼は無言のまま、雑貨屋だの床屋だの明るい家の前を走りすぎた。彼のうちの角口へ駆け込んだ時、両平はとうとう大声に、わっと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は彼の周りへ、一時に父や母を集まらせた。ことに母は、 何とか言いながら、両平の体を抱えるようにした。が、両平は手足をもがきながら、すすり上げすすり上げ、泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も三四人、薄暗い角口へ集まってきた。父母はもちろん、その人たちは口々に彼の泣くわけを尋ねた。しかし、 彼は何と言われても泣き立てるより他に仕方がなかった。あの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返ると、いくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら。両平は二十六の年、妻子と一緒に東京へ出てきた。今ではある雑誌社の二階に、 構成の主筆を握っている。が、彼はどうかすると、全然何の理由もないのに、その時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに人狼に疲れた彼の前には、今でもやはりその時のように、薄暗い矢部や,や坂のある道が、細々と一筋、断続している。